皆さんこんにちは薬師寺の副住職をいたしております生駒喜達ですガランの責任者を務めております西暦六百八十年第四十代天皇様天武天皇様が皇后様宇野のさらら姫御子様の病気兵役を祈願して発願されたお寺が薬師寺でございます 薬師寺は中央に金,金納堂金堂を中心として東西両都をそびえるこれが薬師寺式白鳳伽藍でございます飛鳥の地からこの平城京に移ってきたお寺が数々ございますけれども飛鳥の地と同じ形で建てられているのは薬師寺だけでございます薬師寺の塔頭 この古い塔は創建当初の建物で今から1300年前に創建された建物でありますこの塔は何重の塔かご存知でしょうかこの塔は屋根が6つございまして一見6階建てのように見えますけれども3階建て30の塔でございます誤解のないようにお願いいたしますで、この塔は各階に小さな屋根もこしをつけております この高い塔が建てられたというのは遠くからでもお釈迦様のお墓を拝めるようにというので高い塔が建てられた塔は登るものではなく遠くからでもお参りできるようにという形でございますそしてこの塔の屋根から上のところをご覧いただきますと突き出た部分がありますリンでこの塔輪部のところお椀を伏せたような形の上に丸い輪がついているこの形がインドのお墓の形を表したものであります。 でそしてその上には水煙水煙この水煙には片面に三人の天人がすかしぼりされている舞いを舞う天人花を舞く天人音楽を奏でる笛吹き童子という模様がすかしぼりされておりますただこれ下から見上げても見えません古代人というものは目に見えないところにも同じだけの努力を施しているものでございます 昭和51年に近藤が、昭和56年には西野党斎藤が復興し、そして59年には中野門、中門、そしてこの開廊が平成7年、大興堂が平成15年にこの復興をしてまいりました。この復興というものは一文字一文字のお写経によって復興させていただいております。そのお写経というものはどういうものかというと、これでございます。 お手本用紙に般若心経が書かれておりますその上に越前福井で好かれた手すきの和紙千年の命があるというこの和紙を復元したものですでこの和紙の上からこの下の字をなぞっていただく奈良は墨筆が有名でございますその墨筆でこのお釈迦を書いていただく最後に赤い版がをしてございまして ためって書いてございます。ここのところにお願い事を書いていただく。そしておところ、お名前等々お書きいただいて、そしてこの薬紙に納めていただくんです。昭和51年頃に書いていただいたお釈迦は、この近堂の上層部2階のところに棚をこしられてお祭りしてございます。今現在は近堂の後ろにございます。大高堂の中にお祭りをさせていただいております。 このお社協はお堂が続く限り仏様と共に500年そしてまた1000年とお祭りをさせていただいておりますこのお社協の農協料として一貫2000円その定材が集まってできたのがこの白鳳がら朱塗りの建物でございます 近堂の中の仏様国宝薬師三尊創建当初の仏様でございます中央の仏様が薬師如来様右側の仏様が日の光と書いて日光菩薩左側が月の光と書いて学光菩薩と申しますこの薬師如来様は心の病気体の病気日日の 健康を守ってくださる仏様でございます。病院に例えますと、お医者様、病院にも昼間勤務の方と、夜勤務の方がおいでになります。日光菩薩、学校菩薩と、24時間体制で守っていただいているお姿でございます。薬師寺で法案を始めるのは、高田光院和城が薬師寺を訪れてくれる、 修学旅行生に話を始めたことでございます修学旅行の学生さんは奈良京都です奈良京都って言うとお寺ばっかりであっち行っても仏さんこっち行っても仏さんしまいにはみんなブツブツ言い出すんだとそんな子どもたちに薬師の良さを伝えていきたいということで始まった法話でございます薬師の法話会場はこの塔が見えるところであったりまたは 今はこのコロナ期でございますので300名が入る大きな特設会場が出来上がりましたソーシャルディスタンスを保ちながらお話を聞いていただける特別会場ができておりますまたこのフォアは修学旅行の事前学習として学校の方にお話に似合わていただいたりまた修学旅行の学生さんが躍進をお越しになりそしてその後 夜、奈良の旅館の方に法話に来てほしいという依頼がございますと奈良の旅館の方に法話に行かせてていいただおおります。約1時間ほどのお話をさせていただいております。 せっかくねあの、こうやってお話を聞いてもらってますが、しんどくなってくるとね、人間、顔が下に向いてきます。しんどいな、こういう状態ね、これ気をつけてくださいね。なんでかっていうと、これ、顔のことを面とか面って言うんです。ね、感じて書きますよ、顔。私たちは顔、しんどくなるとどうなるかっていうと、下に向いてくるんです。しんどいな、こういう状態ね。 これどういう状態かっていうと顔が下に倒れてるっていうんです下に倒れてるでしょ顔にね下に倒れてるということは顔が下に倒れてるからこういう感じになりますなんて読みますかそう面倒になってくるんです面倒くさいなうっとうしいなだるいなねでもよく考えてくださいね顔下に倒して面倒にしてますよねこれやってるの誰ですかそう自分自身ということは 勝手に自分でしんどくなって、勝手に自分で面倒になってるだけなんです。気をつけてくださいね。お寺が面白くないから悪いんじゃないんですよ。他のね修学旅行回るところが悪いんじゃないんです。何が悪いかっていうと、面倒になってる自分が悪いんです。そうでしょこれ一番大事なことですよ。しんどくなって面倒になってるのは自分です。ね、あのー。 今しんど何かというとあちょっと面白いなこのハゲって聞いてくれてる子もいてるねそうでしょあしんもう早終わりやこのハゲって思ってくれてる子もいてるね皆さんに私同じことしか喋ってませんでも違いますよね受け取り方が何かというとその時のその人の受け取り方で変わってくるんですということは面白くないなということはその時自分がここを楽しめてないということなんです 自分が勝手にしんどくなって自分で楽しめてないのにあそこが悪いここが悪いって言うんですこれ自分勝手なんですどうしたらいいかというと簡単なんです自分で勝手に倒してるんなら自分で変えれるんですどういうふうに変えるか簡単面倒で下向いてるんでしょ頑張って顔上げる顔上げたら今だったらライトあるでしょ、ね、顔にライトが当たって明るくなります色がね下に向いてたら影ができて暗くなるでも顔上げると明る,明るくなります ちょっと聞いてみましょう。わかるかな。色で言うと一番明るい色、何色ですか。<白>はい、正解。白。顔が一番明るくなります。もうこれで漢字分かりますね。顔が一番明るくなるから、こういう風な言葉になります。これで何て読みますか。面白い正解。面白くなってくる。 なぜかっていうと顔を上げているといろんなものが見えて興味を持つことができますでも面倒だからって言って下に向いてたらいつまでだっても興味湧くもの見つかりませんよね面白くないのは当たり前だからどうするかっていうと顔を上げていろんなものを見ていろんなものを興味持って楽しむんですそうするとどん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 面白くなってきますこの世界が変わりますお寺が悪いんじゃない他に行ったところが悪いんじゃないんです その時の自分の気持ち次第であなたたちの世界は変わるってことですなのでしっかりと面倒にならずに顔を上げていろんなものを見てそしてこの修学旅行をしっかりと楽しんでくださいね、私がよく言ってるのは修学旅行修学って書くので勉強しないといけない先生方も勉強しなさいって言うかもしれないけど勉強しなくていいと思う何かっていうとまず興味を持つことね、楽しむことです そうすると自分で興味を持ったものは調べる勉強するようになりますだからまずは興味を持つ無理やり勉強するんじゃなくていろんなものを見ていろんな興味を持って楽しんでください修学旅行中思いっきり楽しむんです難しいですよなぜかって言ったら一生懸命楽しむっていうのは難しいの今ですらもうしんどいなあああれやと思ってる子もいてるこういう状態の子はなかなか楽しめない心がねでもそこを振り立たせて自分をね 頑張って楽しむのこれが修学旅行思い出を作る元になってますなので皆さんね今日私のお話ちょっと聞いていただきましたけどちょっとでもいいから何か持って帰ってください全部覚えなくて結構です興味を持ってちょっとだけあのお坊さんこういうこと言ってたなこういうのをちょっと持って帰っていただいてこれからの人生楽しく面白くいい人生にしていただきたいと思います修学旅行でぜひ薬師寺お越しください。 1300年という歴史を肌で感じ、また目や耳や鼻や舌や体や心を使って五感を通して、奈良というものを、またこの薬師寺の魅力を感じて帰っていただければと存じます。1300年前の古代人が残したそのものを、皆さん方もまたこれから目で見て、そしてまた後世に伝えていただければと存じます是非皆様のおおお越ししを心よりり待ちいたしております。